こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ちょっと B クラスに上がってからずっと激戦ですね。なんとか4位以内に入って A クラスには上がりたいです。スキップします。ここももう一括でいきます。お、なんこれ、お、すごい完全試合。ここかっこいい。上原か、すごい。じゃあまずちょっと9回見ますね。そうだよね。上原すごいな。こんな選手だっけ。いいね。おお、いい。カズさんなんか守備が結構いいんですよ、ギータより。まあ、ギータがもともと良くないんですけどね。すげえ。マジか。かっこいい。しかも柳田が12号、13号って連続で打ってる。すごい。ちょっと、とりあえず、気分がいいんで、ちょっとここも。すごいな。昨日、ちょっと変えたんですよね。調子のいい選手にいろいろ。しょうがない。ナイスナイス。え？ツーアウトから点取るの？すごいな。いいね。ノムさんだったらその髪の毛の色怒られるけど。いいね。また。で、柳田ホームラン、ここで。すごい。かっこいい。うわ、しかも流し？すごいな。素晴らしい。お、ちょっとゲーム差が縮まりましたね。下とはちょっとに 15.5 あるから、ま、多分大丈夫でしょ。僕が変なことしなければ。ただそれだけですね、多分。あ、そうなんですよね。ちょっと落ちたんですよ。2、2、2、3位。まあ、でもいいですよ。この4位以内にいれば。でも、この4位以内っていうとちょっとダメなんで、とりあえず、まあ、やっぱまだ優勝は目指していきたいですね。4.5 ゲーム差なんで。出た。お、しかも首位攻防戦？ちょっとこう、あ、どうしようかな。一括でいきますね。うわー、惜しい。ここ、あそこ、ダブルで取っときゃな。ゲーム差縮まったのに。あ、すごい。並んでる、この二つ。で、2.5 ゲーム差まで来てる。あ、わかんない、これ。ここ僕、勝っとけば。こっちが上で、下に落ちて、僕が 1.5 ゲーム差ぐらいになってたな。うわ。すごくいい。あ、ちゃんと4位のチームまで。ああ、いいね。ちょっと届かないかな。やっぱりここでしょうね。勝った試合より負けた試合かな、ここは。しょうがない。しょうがない。しょうがないで、ピッチャーを。
られたところ見ますかね。相手が、相手ホームランがないのか。あるね。3回、ここか。ちょっとここら辺ちょっと、5点、ここかな。ちょっと見ますね、ここ。300、あ、これか。小笠原？レジェンド選手？左つなげるなぁ。左、うちは？あ、で、うち左だったのに左に打たれてたんだ。しかも防御率 3.5 なのに、ここから打たれるんだ。ああ、しょうがないな。これはしょうがないな。もうランナー背負ってからだったらしょうがないですね。しょうがない。おいいいい、あ、足りたけど悪くはない。ここは足りたけど、かぁ、セガがすごい、ここやらしいぐらいこの6年戦鬼門だな。いや、油断はしない。よし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 。よし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 。お、ホームラン出てる。お、打った？ 1 回？素晴らしいね。9?7 回ソロ。あ、いいね。この5点じゃ繋いだわけ。ちょっとここ見ますね。素晴らしい。おー、いい。いい。素晴らしい。ジグザグにする打線もいいな。つながる。強い。いいね。まあまあしょうがないね。ああ、しょうがない。あ、セーフなんだ。足速い。ああ、犠牲フライ？いいね、本当。理想的じゃないですか、これ。うわ。すごーい。今年こういう試合してほしいな、ホークスに。やっぱりあれですかね、調子のいい選手をどんどんこう悪い選手と交代させて使っていった方がいいのかもしれないですね、このゲームは。よかったよかった、素晴らしい。次かな。
ほほ素晴らしいな、ほら。千賀一人で完封？すごい。ホームランなし。飛ばしますね。やばい。おぉ。ホームランがある。2回、ソロか。最後は。ちょっと最後見ますね。三振取ってると。守備交代？なるほど。マッチ交代用意されてる。いいね。素晴らしい。ナイス。ちょっとユニフォームの色変えようかな。おお、危ない。あ、最後それでまたいい。このピッチャーだ。素晴らしいな。いいね。こっちか。いい、いい。おお。違う選手使ってる。ホームランも出てる。お、ほんとだ。これ実況してなかったら、なんかビールかなんか飲みながら、ちょっとこう、おつまみつまみながら実況しなかったら、こうゆっくりこれ見たいですね、試合を、一試合。これいいな。ここで来んのか。しゃー。今シーズンお願いしますよ。あとヒットで取るのかな、あと1点。上がって 1.5、 これ分かんないですね。分かんない。いけるかもしんないですね。逆転優勝。投げ合ってますからね。しょうがない、次いきます。あ、ちょっとダルビッシュ見りゃよかったなと思うか。あ、負けた。うわ、厳しい。藤浪からか。これいかんな。
えたりもしておきますから。そっか、せっかくゲーム差縮めたのに。おお、確かにドラゴンズって感じがする。ちょっとユニオン、うん、確かにドラゴンズっぽいけど、まあ、気持ち成分も入ってるような気が、うん、まあでもドラゴンズですかね、まあ、うちがフォークスっぽくないですけどね、完全に。あー、スクイズかよ。まあ、しょうがないな、これ。しょうがない、これは1点差の試合はしょうがないでしょう。わ、3立てされるかもしれんな、これ。うわ、延長。うわ、危なすぎる。ピッチャー何使うの、ここで。1、2、3、4。うわ、使ったな。1、2、3、4。使う。でもうまいこと系統で素晴らしい。ちょっとじゃあ最後、どうしようかな。どっちがいいかな、最後、最後。守護神みたいになってるな。でも、ああ。いいよ。確か調子がすごくいい選手を抑えに持ってきたんですよね。いい。ナイス。3打でされなくてしょうがないな、これ。また3位に落ちちゃった。わ、マジックついてる。3ゲーム。これはここが痛かったな。あ、ドラゴンズここだ。もんもうこれ、あ、まだわかんない。そっか、なるほど。あとは選手を交代してこちらでやっときます。今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。